さあ、今回戦うのは、はい、こいつ、ギガバトルイベント、ザイアックということでね。ザイアックと戦う装備、こんな感じ。こいつはね、お供っていうか、分身がいろんな状態異常をしてきて、本体はバギ系の攻撃。そして、お供を倒すと、本体が自分の体力を使ってお供を復活させると。で、本体は直接攻撃しても、そんなにダメージが通らないっていうボスです。そんなわけなので、お供はね、そこまで強くないので、まあ、全体攻撃力技で一気に倒して、まあ、本体の体力を削っていくと、お供の状態異常は食らわずに、本体のヒットポイントを削れるというボスです。なので、ボスがしてくる、バギ耐性だけ積んで、他は、状態条件はあまり積まずに、状態異常技をされる前にお供を倒すというパターンでいきます。なので装備は、バギ耐性がところどころにある程度です。まあ中1個と弱1個あれば十分でしょう。ね、そして、こいつはドルマとイオが弱点なんで、ジゴスラね。そして、他の2人は、まあ見ての通りバギ耐性中と弱が1個ずつぐらいで、紋章適当で、タタウタとかルビヒカで全体攻撃でビッグバンで、まあ一応こいつは回復、まあメガヒートダンスみたいな全体技を一応入れておくと、まあ雑魚を削りやすいようにね、まあコンボの起点にするっていうのもありなので、はい、こんな感じです。正直結構適当です。さあ、ということで、はい、クエストね、ザイアックを倒せ、伝説級、まあ伝説級まだ戦ったことないんで意外に強いかもしれないねっていうのもあるんだけど、スキルに全体が欲しいけど、なかったとしてもっといい感じ。ルビヒカまで積んでくれてる。これじゃあ、アヤペースさんに手伝ってもらって、まあ一応念のため超万能薬を持っていく、復活の石を持っていくと。で、そういったところで、まあこいつはバギ耐性なんで、スカッシュでいいかな。スカッシュね、20% アゲン。でもね、17個しかないし、ソダ水でいいか、みたいな。はい、じゃあこんな感じで行ってみましょう。それじゃレッツゴー。さあ、お願いします。バドマス海賊スーパースターね、グラディ、まあリホマラいっぱいあるんで、まあジゴスラなりルビヒカの準備しといて、このね、お供の影2人、まあ、こいつらを残して正面だけを殺しても全然問題はないんだけど、これは1回目は溜まっちゃう感じだな。まあ、おっと、ビフォマラ使えなくなるのはさすがにちょっとだるい。でボミオスもされてしまった。で暴虐の一撃で、でスキル、職業スキルを忘れさせられる。とりあえず早めに一回雑魚たちを殺してしまいたいと。そしてここまで来れたら、もう別に怖くないね。はい、これで両方倒すことにより次の再生が入る。で自分本体の体力が減るというね。ちょっとダラキはさすがにまずいんで、ちょっとコンボつなげて一気に倒してしまおう。で早めのハッスルダンス、ジゴスラのルビヒカでザラキまではされないとね。次即復活するんで、ちょっと速度が遅いのが気になるから早めにピオリムをかけたいところ。でバギクロス、さあちょっとピオリムを早めに、遅いとね回らなくて大変。ダメージ系はあんまり無視してもいいかなって感じかな、やってた感じ。そしてね、思ったよりね、ボミオス一回されちゃうな。これは回復薬に
さすがに極みをつけとかないとダメだなって今思った。封印がある極み、まあボミオスはしょうがなくされちゃうと。でオンステしてからのジボスが、これで2段階アップなんで、こんな感じの大ダメージで、さらにジボスラで抹殺かな。ザラキは絶対させちゃダメ。でもこれぐらいまで来たらもうそろそろ本体ぶん殴ってもいいかなっていう。ちょっと一回防御挟んでおこうか。体力結構減ってきてるんで、この竜巻を防御で超えて、メガヒートね、メガヒートに合わせてジゴスラ天からドラゴンソウルでそろそろ本体を狙っていこう。でジゴスラで最後はやっぱ本体を十字砲切りに倒してしまうと。一応こんな感じでね、状態異常系を無視して、周りのね音も影を先に倒してしまうスタイルおすすめですが、結構威力足りないときついんで、まあ自分に全体攻撃強いのがあんまりないんであれば、あえてね1体残しながら本体狙って、まあやばい、ねお供がやばい攻撃をしてくるザラキとかね、そういう時だけ倒しながら進むっていうプレイもいいかもしれませんと。はい、バギー属性ダメージ減のね攻撃呪文 3%、 まあ普通かな。まあ、バギー属性弦の防御時は多分こいつが初めてだと思うんで、これのね紋章としては、こいつの紋章としてはそうだね、麻痺、幻惑、封印、あドルマ弦だね、ドルマ弦を手に入れておきましょう。まあ他はおまけみたいな感じかな。さあ、そしてオリハルザム、さあ変えて、軽く解説すると、こいつはねギラとイオなんでね、はい、ハグメダカブトでイオね、でハドラーの魔石でギラで、ギラはねベギラゴンなんで、アバンの印の、呪文耐性アップ、そして、こいつはハグメダカブトでイオね、ローズクイーンでイオで、竜王でギラ、ちょっとギラが少なめかな。で黄金竜の鎧下でね攻撃呪文強があるんで、はい、そして、こいつは神竜の兜でイオ、ね、でロト鎧でギラで魔石でイオで、遠距離竜でこれ呪文耐性弱の 10% だね。ということで一応、耐性装備で、まあ、いつも通り、紋章は結構適当 で、でこいつのね弱点なんだったっけな、こいつの弱点はなんだったっけな、氷ブレスとヒャドだけどろくな技がないんで、あの希望とかマインドブレイクの無属性技で、よ扇の舞、希望の舞ね、ベホマラ、タタウッタ、こいつは超水星と、超ドラゴン、一応ドラゴン属性なんでね、まあ爪があるなら超ドラゴン先もいいんじゃないかな。よし、まあこんな感じです。さあ、ということでオリハルザムを倒せ、これもうノラでは戦ってるんで、ギラゲージモンの威力が 5% アップ、まあ、ギラグレード持ってない人にはいらないかな、まあ、一応、ギラ 5% と炎ブレス 5% の2つぐらいは欲しいところだね。さあそれじゃあ行きましょうと。はい、じゃあ今回お手伝いしてもらうのは、カニ君にお願いしようかな。ハグメタカブトでイオ耐性とで、魔法戦士の奇跡でね攻撃呪文中に、まあ、これでギラ十分耐えれるだろうという判断、まあ、いざとするなればこだまするマジックバリアもあるしね、永遠距離でも弱ついてるし、これぐらいギラ耐性あれば十分だろう、でイオ耐性は頭で取っていると。はい、ということでねお手伝いお願いします。さあ一つしかお食事がいけないので、何でいこうか。
まあイオとギラなんで、そうだね、ここかな。攻撃力も上がるし、イオダメージ 20% 減ね。チンジャロースは76個もあるんだよ。効果高い方でいく。さあそれじゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。オリハルダムを倒せって、ね、こいつ超の裏眼金っぽいよね。ゴロゴロ転がってきて背中カンカンポイントありそう。さあ攻撃ね、覚醒の光、はい、ダメージダメージ、はい、尻尾攻撃、そんなに食らわない。これはタタウタを歌ってから行った。さあベギラゴンのダメージが、結構なものだね。まあ超水平で一回ダメージをもらっておく。こういったのにゲージ変化ないんで、ゲージまたぐ必要なしという。さあ覚醒の光の威力がそんな大したことはないね。でさらに攻撃、まあ、この辺でベホマラーは一本入れときたい。で刃の大防御されると通常攻撃がカウンター食らっちゃうんで、まあ、タタウタ、まあ、とりあえず刃の大防御まではダメージをもらう。もう次は危ないかな。危ないね。で刃の大防御に合わせて、でこれも結構なダメージ食らう。この後に防御、まあ、結構なダメージ。あえて一発食らってみようか。刃の大防御されて、刃の大防御後に攻撃すると、はい、与えたダメージがそのまま返ってくる。つらい。なのでここは相手の刃の大防御が尽きるまで我慢で、尽きたところで怒ったヨリムベホマラーで超力試されたら、もうどれだけ攻撃食らうかわからないから、もう一気にダメージを与えに行く。視覚変動もすごいダメージだぞと。もうどん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 ダメージ与えていこう。力試されたが、この次行く前に倒しきればいい。はい、もうここで倒しきっちゃおう。希望の舞、超彗星、多分これで終わったんじゃないかな。ジゴフラザン、希望舞、超彗星からの天からの進撃。まあ刃の大防御ちょっと気をつけるぐらいかな。これね、多分ノラだとね、全員が全力攻撃して刃の大防御前に倒しちゃうと思うんで、まあ自分の火力とご相談って感じかな。はい、ということでこれで4ボス目完了。そしてこいつを倒したことで、まあちょっといろいろ倒してたんで、はい、挑戦可能と。制限時間は4時間、一度戦いに行ってから4時間、そしてねこれね、自分のソロで戦い始めたじゃなくて、マルチの方で、誰かのやつで戦ってもそこから4時間になるんで、まあ開始のタイミングミスらないように、スタミナ完全回復してから行くんであればお気をつけてと。はい、ということでね、オリハルザムまで倒したんで、ね、あとはクイーンフィブリと、ボーガンかな、こいつらを倒したら貴公神ゼイアンに挑戦したいと思います。それじゃね、ちょっと次の時間を待ちます。